ファイナルファンタジー13実況プレイ、実況者は DL デダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。お、ホープくんができた。今ちょっとインストールしてみましょうか。この画面だと見れないのかな。あ、見れないか、残念。じゃあ仕方ない、また今度紹介する機会があれば。ということで、ですね、これパートいくつになるのかな、パート100いくつかになるわけなんですけれども、無事前回エンディング、表エンディングっていう形なんですかね、終わりまして、でですね、パソコンが変わったんですね。で、変わったパソコンがスピーカーがついてないんですよ。だから、でもヘッドセットでは音が聞こえるんですよね。で、ヘッドセットで BGM、 ゲーム側の BGM と自分の声合わせて、で実際その動画を聞いた時に、まあ自分のそのヘッドセットの方では調整が効いてるんだけど、若干ゲーム音がでかくなるのかな、ヘッドセットとかイヤホンで聞いてない方はそうなるかもしれないんで、もしちょっと音声小さくねって思ったら、イヤホンでこのパートは聞いていただけると安定して聞こえるかなと思います。で、まあそういう意見が多く出てきたらっていうか、もうコメントが来た時点で一段階さらに音声上げるんで、調整できないんですよ、自分の方で。今あれがで、スピーカーがないから、スピーカーから音が出てることを想定して動画が作れないんで申し訳ないんですけど、このパートはイヤホン推奨かなという形になります。はい、買ったパソコンのねスペックが恐ろしくいいんですよ、だから訪れも多分なくなるかな。うん、さあではね、ハイスペックパソコンという友を手に入れた自分は、こっからミッションクリアになるのかな、終焉の洋館でいいのかな、ごめん漢字が読めない。ファルシを打倒した騎兵隊の兵士たちはさまよう死骸と化した、騎兵隊にオファンを破壊させるつもりは毛頭なかった。オファンを倒せば国軍が滅ぶ、そんな危機を演出してルシたちをおびき寄せる道具に過ぎない。バルト・アンデルスは成功確信、ルシたちは使命を果たす気がないようだが、その心を揺さぶって操るなどは読めなかった。わあ、読み切れなかった。早かった、思った以上に。嘆きと怒り、その者がオファンを打てを国が滅び、数千万の命が捧げられて、救いの神が降臨する終焉の時だ。この日のために国軍を築いて人間を飼い、下界のファルシが生んだ主たちを見守ってきたバルト・アンデルスは国軍を投御するファルシエデンに最後の命令を発信した。哀れな主たちを導くのだ、死を見て眠るオーファンの洋館へ。はい、まあこの先に進むとバルト・アンデルスとまた戦えるっていうことでいいんだよね、多分ね。おお、クリスタリウム、そうですね、それが終わってるんでさらなる成長ができるようになったと。で、また後々紹介していく形になると思いますけど、まあクリスタリウム育ててるとこ見たいっていうコメントが来てたんで育ててるとこもじゃあ行きますか。このパート大して進まなそうだわ、多分これからあとミッションクリアしていくだけだと思うんですけど、じゃあまあとりあえず思ったまず邪魔か、邪魔だな。で、物理育てる意味がないから最高。どういう成長をしてくれるのかね。1回3万半端ねえ。うわー進まねえ。これはやばいな。なんか特に技を覚えるわけではないのか。つまりロールレベルアップすることで技の効き方が少し変わったりとか、威力が上がったりとか、そういうことなんですよね、確かね。だから、成長させなきゃいけないんだけど、6万
お？オプス6万、マジで。わかった。ヒーラー、いや、エンハンサーとして見るか。みんなこんな成長動画とか見てて楽しいのかな。テンポはクソ悪いですね。まあご了承という形で。まあどっちにしてもみんな育てるんだからっていう考え方ですよね、ここら辺は。あとファングかな。まあアタッカーでも育てときます。魔法とかあげる意味ないけどね。魔法をあげる意味ないだろう、全く。まあゼロってわけではないのか。まあ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 、すごいね、ヒットポイント7500って。お、アクセサリー1個増えたのはでかいんじゃないですか。すげえな。じゃあこの3人はちょっと裏でやっときますね。3万ってどうよ。これさ、戻らなきゃいけないんで、うん、じゃあ戻りますね。うん、あーそっかそっか、そういうことか。じゃあ戻ります。裏で戻っておきますかな。多分パルス、バルスに行ってるのかな。じゃあバルスまでカットします。ほいほい、では行きましょうか。バルスに帰ってきまして、ムービーからスタートになりそう。バルシタイタン、あんな体で何食ってんだ。生き物さ、奴は死を食って新しい死を生む。哀れなルシ、喋った。弱き命は虚しく果てる。せめて新たな命を生む糧となる。弱いと生きる価値もないのか。弱い命を殺して救うつもり？たまたま始めたのに。なんかいい感じになってきたな。じゃあせっかくなんで、まあランク関係なしにこれ行ってみましょうか。まさかファルシだね。まさかファルシタイタン。ファルシ、巨人のファルシが出てきちゃったのね。4度の戦いに勝利するとファルシタイタンの最終試練に挑戦できる。まあ A 終わって B 1か B に行くんですね。で B 1行ったら C 1か C 2のどっちか行けて、まあ C 1行くと D 1か D 2のどっちか行けてみたいな感じになるっぽいですね、これね。全部はどうやらできないのかな。メヒが2つ分かれて現れて対決選択することができる。処理すれば恩賞が手に入る。4度の戦い勝ち抜いたら最後タイタンとの勝負なのかな。ただし極めて強力な敵が出現する。そう、ルートもうランク A が出てくる話になってきてるんで、まあとりあえず第一戦目はランク C ぐらいだと思うんで行ってみましょうか。トータの断層、資源の岐路、万物の生命を抱く大いなる懐、そのうちで精魂は絶えることなく変遷し永遠に巡る、永遠に巡る偉大なるルテンの扉グランガッチが開く門をくぐり本流へ飛び込め。この文章がかっこいい。なるほどね、ワープするのね。ランク C は全然取る気なかったんですけど、まあこういう感じのミッションやっぱ作ってくれてすげえありがたいよね。これは動画撮りやすいなって思った今。すげえ撮りやすいなって思ったわ。しかも近い、助かる。モンハンのあれみたい、探索みたいだね。フィールドがモンハンより先か、同じくらいか。あー、これは全然いけるな。うん、ヘイストがかかりまして、まあこの装甲がある時点だと多分ウェイクとか全部かからないんだけど、装甲が外れたらいけるから、まずはゴリゴリいく。
みんなヘイストかかったんで、ラッシャーすると連発いけるんで、ゴリゴリいきます。まだ全然先行聞いてないよね、動画でね。自分はさ聞いてるんだけどさ、先行は皆さんには先行聞かせてあげて、あげられてないから、先行聞かせてあげたいんだよね。止まるな。先行でしょう、先行聞きたいよね。全戦闘先行でいいと思ってるよ。さすがにそれだと耳が飽きちゃうかもしれないけど、それぐらい先行いいよ、ね、本当に先行はいい、いい曲、テンション上がるもんね。よし、もうそろそろだね。で、一旦厄災に変更して、で HP 高いんで、まあまあまあ、これくらいでラッシュアサルトを放ってあげれば多分ゴリゴリいけると思う。あ、かけるまでもなかったか。までもなかったか。まあいいでしょう。ウィッチブレス。てか、ランク0。ひでえもんでしたな。で、これでどっちに行くかなんですね。どうしよっか。まあ全部近い方行こうかな。難しい方を選んでいきたいんだけど、どっちが難しいか分かんないからさ。あ、こいつめんどくさそうだな。まあ、最後の E の中でどれが一番難しいかをちょっとネットで調べた上でやろうかなと思います。うん、あとあれか、その何もらえるか、何もらえるかも決めた方がいいかな。そしたらちゃんと見た方がいいと思うんだけど、きっと序盤の方は大したもんもらえないと思うんだ。本当か。本当か。これ全部できねえのかな。全部やりてえな。これはどう立ち回っていくかな。あ、最初ヘイストは助かるな。あー、ガード来るのね。ちょっと減らしていく数を、ここは。何がガードされてるんだ。魔法攻撃がガードされてる、もしかして。いや、そんなことないな。一旦厄災入れて、ホープくん自分ばっか強化してんな。ナイス。で、もう一回変更して、数を減らした方がいいと思うんだよね。物理攻撃効いてるよね。魔法が効いてない、魔法が効いてない。これはまずいやつだな。ファングさんよろしくみたいな感じになっちゃってる。一応、うん、一応魔法を当てることでブレイクポイントは上がってるみたいだから、それでそれでって感じなのか。ダメージ量は増えるもんね。他のやつには当たってない。ドイツに当たってんだ。 OK、 ファングさんの攻撃が終わったら変更、ラッシュアスタートに変更してあげればいいのかな。ナイス。まずこのラフレシアなるものを倒せば、あとはでっかいやつ。あ、全部ラフレシアなんだ。3、4、5、 OK。 おお、なんとかなったんじゃないですか。フォーグが効いたね。フォーグが、オッケー。なるほどね、魔法攻撃無効はきついな。これはきつい。星のペンダント37番だったんだ。なるほどね、